はい、というわけで第2回モンスターハンターダブルクロスマルチ、また今回もヨッシーと一緒にやっていきます。ペルが来ねえよはい、というわけでね、また、縛りルーレットの方で、縛り内容を決定して、やっていこうと思っております。まず俺の縛りなんですけども、武器がランスでスタイルギルドで、縛り内容が2V禁止ということで、頭と、腰外してます。はい。はい。で、ヨッシーがですね、そのルーレットで当たりを引きまして、縛りなしという状態になってます。なんでもあり。なんでもありしたところでさ、今の装備ってだいぶタグが知れてるからさ、ほぼ変わんないよね。なんでもありだけど、もう何にもないのと同じだからね。で、今回行くのが、ドスランポスを狩猟せよ。やっていきましょう。はい、ちょっとこいつに負けるわけにはね、いかないからねまあ、俺一個安心してるのが、ランス使うのはいいんだけど、スタイルがギルドなのがちょっと安心っていうね。そうだね、まだ使いやすいからね、一番しっくりきてるやつだから。うん、さあ、とりあえずこの作品のギルドランスって、3発目の時がね、ちょっと使いにくくなってるんだよ。あ、だけか。そうそう、なんかちょっと動きがもっさりした強付けになってるから、そこだけ気をつければ、全然今までのランスと変わりないから。オッケー。動作確認しなきゃ。動作確認。そこからってね。さあ、トスランポス、さあ、頑張っていこう。これか。横落としとめっちゃ武器振ってる。大丈夫かこれ。ふっ、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 間違えた。危ない危ない。間違えた、させちゃった。パシャッつって。武器操作指南を読むところから。それ、ベルダーランス？ベルダーランス。デザインかっこいいな。こうやって見ることないからな。ベルダーランス、みんな初めてだ。意外といい。かっこいいな。ベルダー系って結構、俺見た目好きなんだよね。見た目かっこいいよね、これ。もったいないよね、こんないい見た目してんのに。うん。よし。やってみよう。はい、行きましょう。これ、ドスランポスは初期位置がね、リオレンスの巣？確かあそこなんだよね。うん。もう支給品ボックス何も開けてなかった、今ある。開けてくる？いいよ。いいよ。回復持ってきたから。これだ、いやおー、ランポスがいる。これ、剣士では、なんだろう、リスクラスの、なんか切れ味が回復する狩り技があるんだよね。うんうんうん。絶対回避、臨戦っていうのがな。うん、あれがない剣士っていうのが、なんかもうすっきりしない。もう、あれと技物がないと、ね、切れ味どんどん減っていくからさ、もう依存しちゃってる。ね、あ、いらないいらない、出てきた。じゃあ、やっていこうか。じゃあ、脳刀術がないと遅いなのとアクションか。これまずブレイブゲージを食べて、これね、ちょっと本当申し訳ないのは、これ自分たちだから、多分ナベさんのこと何回も転ばせるもんね。オッケーオッケー、しょうがない。なるべくそれしないように気をつけるけど。いていて、あ、切り始めたね。よし、ブレイブゲージが溜まりました。くっ、バランスの扱い分かってない俺。あー、ブレイブたちのカウンターいいね。やっぱいいわこれ。カウンターいいわ、気持ちいいわ、決まると。なんか闘神光ってる。そうそうそう、ブレイブ状態になるとね、青くなるんだよ。これなんか普通太刀ってさ、なんか一陣大回転切り、あれが出ると、あれ、うん、って言って黄色を
赤ってなって、うん、ブレイブは青で固定なんだよ。なるほどね。当たるか。ああ外しちゃったわ。シールドサルト。なんか物珍しいもん使ってんな。てかそれしかないんだろうねきっと。待つとかこのゲームにはこれがあるのか。ドスランポスの落とし物かな。めっちゃ拾いてんだよな。のた。あいいよあいいよ。どうすんだっけ。切れ味落ちた。暴れてる時しがみついて。なんかおとなしくしてすんだな。ゲージを貯めていく。思い出した思い出した。オッケーオッケー、いけるいける。うまくいくぞ。ほらあ、いいね。基準切りを当てていこう。畳みかけろい。なんかマッカをドスマックよりもいくぐらい当てない。だいぶいいね。よし、ありがとうございました。はい。あ、俺、なんで走ってんの。あれ、もう少し光の方だったよ、今。これは、あー、やっぱあれだね、ドスランポスとかそこら辺はまだ全然、まあね、2人でも苦戦することはないね。そうだね、この辺はまずね、この辺で苦戦したら本当やべえよ、俺ら。でもさ、多分、あれだよ、あの、ドスラリオスとか、この先ね。だね、立ちはだかるねー。ドツゲネポスとか。鉄カブラとか来るから、あの辺は多分ね、かなり苦戦するだろうね。だねー。そっか、序盤ってこんなに簡単に倒せるもんなんだね。まだ撮影して7分ぐらいしか経ってないんだけど。そうだよね。これ、なんか、これ、だいぶ短い尺で終わっちゃうじゃない、これだけだと。やべえな。ドスファンゴあたり行く。ドスファンゴはやってみるか。ログでもないし、まだ行きそうだけど。オッケー。いいね、じゃあドスパンやってみて。では、縛りルーレットまた回します。はい。あこれはまたちょっと当たりが出たね。当たり？なんだ？当たりが出ましたね。ん？体験ギルド。あ、体験でスタイル10ってことか、これは。そうね、この体験でスタイル10。うーん、ドスパンゴにか。なんだろうな、なんか、今のドスランポスの感覚だと、なんか、うん、多分長期戦にはならないと思うね、ドス番号も。そうだね。だから、なんか、錬金は使わなくていいかなっていう気はあるんだよね。はい。で、今回聞いた、縛り内容が、ヨッシーが体験、あ、まあ、縛りがスタイル自由で、武器体験固定と。で、うん、俺が、武器が自由で、スタイルがエリアル固定と。友情となりました。エリアル、ね、俺にエリアルで固定させちゃったら使うべきも決まってんだけど。え、なんだなんだ、スラッシュアックス。いや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 、俺の最も得意な動画でもやってたからね。これ1本でやってたからね。え、ハンマーか。いや、エリアル総中棍なんですよ。はい、エリアル総中棍か。これかなりいいよな。うん。ね、距離詰めれるし。そう、あれすごいんだよ、同距離ね。最も得意とするべきだからねって言いながら、今ちょっとハンターノードでの操作方法をチラ見したけど。ごめん、まあそれはしょうがないよ、わかんないからね。これスタイル、ね、あのまたほらやってなかったからね。うん、これささてと体験のスタイルの、そこまで変わらないと思うけど。体験のスタイル、いや本当どうしようかな。体験、まあやってらなれるでしょ。ブレイブでいいや。よし、ブレイブで行こう。ブレイブ体験で、地上山。なんかもう、うん、初期のベルダーで多分なんとかなるでしょ。6人強化なんかしなくても。多分なんとかなるよ。オッケー。80、70。そうだ、これブルファンゴやドスファンゴやれってば、あれだね、あのブルファンゴ系のなんか、ブルーヘッドハンマーだっけか。うんうん、あっこからいろいろ属性武器作れるからね。なるほど、ぜひともやっとかないけど。え、
これちょっと武器がさ、うん、アイアンソードなんだけど、うん、レベル1だから、めちゃめちゃ弱いと。猫の研磨術。ドース番号。これですね。はい、すみません。お待たせしました。オッケー。あ、雪山だと思ってた、軽量か。だね。行くぜ。あ、軽量だったらな、すぐ会えるからいいね。総中コーンって動き自体はいいんだけどさ、序盤って虫が弱いんだよね、とにかく。そうねえ。遅いんだよね、虫がね。だからエクス取るの大変なんだよね。それそれそれ。もう、ね、でもなんかだろう、モンハンクロスの時はなんだろう、スピード重視の虫いいとか言われたけど、いつの間にかパワー重視の方がいいとかさ、結構変わってくんじゃん。これ、そうだね、パワー重視では、なんかあの切れ味回復する虫とかも出てきたからね。うん。そうね、でも、今でも、あれではあの、スピード重視がいいかな、回心率上がるやつが火力ではいいとは言われてるけどね、うん、まあでもあの3色アップのさ時間延長の虫が高いかな、うん、あれ使いやすくてすごいね。いやー総中根、いやエリアル総中根久しぶりだな。うん、これまあいやーあドスマンゴどこだっけ、初期位置5だっけか。まあ探そう。5だな、5だ、なんか5な気がする、ドスパンゴ5な気がする。これはこれはん、あれいない、あれいないね。あ、いなかった、ここだと思ったけど、うん、いないわ。ちょっと違うルートを通ってみよう。俺いなかったね。なんかこの5、6、7のどっかにいるイメージだったんだけど、これ6にも、おや、いない。あ、いた。お、6か。いるいる。おった、でっけえケツ。いるね、ドスパンゴ。これ、ノートでしっかり溜めよう。よし、当てたぞ。いいね。おっし、おっそ。まず追いついてこないっていうね。遅いだろ、見て。あー、遅いよー。よし、この虫が遅いよ。びっくりするよ。おー、手痛い反撃を食らってしまった。ため当てられたからいいかな。あ、俺帰らず何も設定しなかった。まあ、いっか。よいしょ。あー、外してまった。外した。全然緩めかねえな、ドスパンゴは。いいって。やべえ、地上さん外した。マルチ邪魔になるからさ、全然使ってなかった。なんか、距離感とか全然わからないで入れたわ。あらんの方向に衝撃感を。完全にこれジャンプのこの感覚、ワールドの感覚だな、これ。よっしゃ、乗った。はいよ、いいよ、よし。乗った時のギミックってドスパンゴ面白いよね。ね。ペットみてえだよね。お、ジャギーノスに通されてしまった。もう完全ローデオだもん。あ、痛い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 、光った。はい。くれんな、こいつ。よいしょ。お帰り。なんかこのまま死んでくれたらいいんだけどな。これ、いやー、まだか。こいつも死ぬか。逃げた、ね、こいつも死ぬか。まあね、やっぱ大丈夫だね、ドスパンゴは。うん、余裕だな。余裕だな、全然大丈夫だ。終わった。おっ、いいね。早い。二人で余裕だな。これは、あれだな。まだ苦しむことはないね。この辺はね。これは、あ、そっか、なんか、カイのクエストってこんなに優しかったんだね。ねえ。これは、さて、ドスパンゴ倒したから、あれだよ、ゆくもの木とか集めよう。ここに木があるから。お、そうだそうだそうだ。
超えたらそのうちに使うだろうから、焦るとこ。地味に重要。そう、結構要求されるんだよね、この機ね。うん。渓流に来るごとにちょくちょく集めておかないと、後々あんまり絡んでお目にかからないからね。そうそう。なかなかなくならないな、この木は。有料取れるっていう。そうそうそう。そこにファンゴいるな。ファンゴも倒して、なんかもらっとくか。このご近所、ハチミツなんだっけ。ハチミツあ、ハチミツやべ、ファンゴの相手してる場合じゃねえか。あ、終わった。そのハンターの声すごかったな、今。って。こっちさ、おどけしてるからあれだけど、多分ちょっとまずい声選んだかもしれない。そうなんだよ、考えればずっとこの声使い続けることになるんだよな。適当に選ばなきゃ。俺はその声を拾いまくるという。最初こそ恐るけど、多分使っててだんだん嫌なんだよ。ドサンゴも余裕だったね。余裕すぎるな。何か言ってる。ちょっと待って。ドサンゴ OK。 じゃあ青柱行こう。青柱も余裕かな。まあ、じゃあルーレット回してやってみますか。じゃあルーレット回します。はい、ポン。おう、おう、おっと、なかなか嫌だな。お、なかなか嫌だこれ。おっと、双剣で錬金の回復アイテム禁止。だいぶ走りましたねこれ。やっちまったー。青柱でよかったよ。これドスガリオスとかだったらもうやばってよ。これ錬金ってさ、なんか、うん、鬼人化、あ、鬼人化できるか。鬼人強化状態がないんだっけかな。厳しいなこれ。これははい、やばい。一応ね、ルールとしてね、その縛りルーレット決まってから武器防具作るのはなしっていう風にうちで仲間うちで一応決めているつもりなので、これはそうだから本当に初期の創建だもんね。まずこのね、この笛が一体何吹けんのっていう。ギルド笛、あ、でもギルド狩猟笛はあれで狩猟笛の中では比較的いいよ。うん、できないことないから、うん、でも俺ご飯食べらんないからさ。いいよ、序盤の飯なんて大したもんないからいいんだよ。まあまあ確かに。何これふざけんなよ、回復アイテム禁止とか冗談じゃねえよ。子供服って回復アイテム禁止だもんな。青柱そうか、普通にはないんだクエスト。ちょっと待って、青柱出てない。多分村クエでなんか条件立たないんだとこれ出てこないんじゃないっけ、青柱って。あー、なるほどね、村人の依頼的な。はい、じゃあ、青柱じゃない何かに行きましょう、緊急。ってことは、まだ言ってないのが、ドスゲネですよ。ドスゲネボスか。行けますか。よし、この縛りのまま。ドスゲネボスで。一気に、青柱だったら余裕じゃんと思ってたっけ。こっち、ね、青柱だったら余裕だと思ってたっけ。ドスゲネボス。一気に格上がった。やべ、回復アイテム禁止。あれだよね、口に含むアイテムだけど、クーラードリンクは OK だよね。うん、これじゃあ、一応回復アイテム、そうか、砂漠。そう、砂漠そうか、砂漠クーラードリンクしなきゃいけない。 OK、 よし、俺もしっかりとちょっと用意していくわ。錬金双剣とかこれ本当大丈夫かな。ひどい目に遭いそうだな。このあのね、うん、SP 狩り技で体力回復していかないと。またあれだ、俺狩り技設定するの忘れた。ギルド狩り技2個つけれんのにもったいないことしたな。だいぶもったいないよそれ。絶対回避はついてる。あ、なるほどね。だからっていう。おっとおっと、回復アイテム禁止なのに大きい額持っていく意味ねえわ。おお、クセで取っちゃったよ。じゃあ俺もらっとこ。あげるわ。大きい額、あ、渡せないか。いいか、いいか。使わなきゃいいんだ。さて、はい、ちょっとね、ここでこの回復アイテムはスタミナ回復のアイテムは例外とさせてもらいますと、状態回復ね。これちょっと双剣の、あ、ごめんなさい、痛い痛い、動作確認。
刀剣の動作確認。これは、あ、これがランブになってるのね。え、これ笛の音色をまず知らないといけないんだけど、これちょっと錬金刀剣難しいかも。なんかあの鬼神突進連山だっけ、うん、なんかあれがない気がする。ない気がするなんか鬼神化して特殊攻撃ボタン押したんだけど、乱舞しちゃって、うん、なんかこれ使用感がわからないな。さてどれだけその状態に恩恵をもたらせるかという。錬金刀剣なんて引くとは思わなかったよ。これまず鬼神化して、これでゲージ溜めてって、あー痛い、これでまず鬼神強化状態になって、これで、あれだ、鬼神突進連弾使えないね、難しいわこれ。あ、防御力上がった。あ、序盤はそれありがたいよ、ありがたいよ、防御力強化ありがたいよ、多分くんなで、ルール今片手取るんじゃ。あの助けてくれて、すげえ速度で切れ味落ちてくんだけど。これやべえな。あ、いいね。え、じゃ全然使えてんじゃん。今俺自己強化よりもまずそっちの強化優先してるからね。絶対的に。どうだこれ。もうアタッカーはあヨッシーということで、なんか連刀剣、なんかあれだわ、なんか違う、なんか三角連打してるだけでなんかランブフィニッシュみたいなやつが勝手に出るんだ。これ意外と使いやすいかもしれない。ここ基準化してゲージを貯めて、いやー、ドスゲームもそういう刺激が怖くてなかなか近寄れない。ほら。結構頭に入ってるじゃん。いや、でもね、あの譜面見てる。お、そう、ナイス。お、これはでかい、めちゃくちゃでかい。これはランブ入れていくか。あ、切れ味が下がっちゃってるからランブがすごいしょぼい、ね、残念なってなってる。ここで絶対回避して、そうだな、これまた錬金樽なんか作るか。あ、いいね、ゲネパス披露してんじゃん。もう人に頭でばっかり慣れてっかね。あ、いいね、いいね。あ、切れ味がついにあたりになった。これはダメだ、投資を使います。よしよし、切れ味最大だった。ゲルパスどこ行った、下か、上がってきたな。よし、よいしょ。難しいな、すっげえ難しい。キスよいしょあ、いいよ、戦慄、ありがたいよ。えい、へい、よいしょ。訓練所みたい、これ。ほら、キュッタあ、いいね、あ、いいね、シルブ上手くね。うまいじゃん、シルブ。これいいだろう、これだいぶいいだろう。あれで笛ハンターなりだよ。ね、これなんか錬金刀剣難しいけど戦えることもない。あとなんか体力がアップしてるからこれで結構、うん、あ、危ない危ない、回復薬使うとこだった、使っちゃいけないんだ。危ねえ、回復薬使っちゃったらダメだから。ほんとさ、ふざけんなよ、使わせろよ回復薬。いや、これちょっと待って、これクーラードリンク、これで錬金状態は OK。 あ、そうだ、クーラードリンク、待って、今俺が神のアイテムを使うから。おお、なんというダメージ。これさ、回復系アイテムダメってことは、錬金で作るあの錬金活力剤、あれも多分ダメだよ、ダメだよ。あ、いや、アイテムじゃないからいいじゃない。いいの。使っちゃうよ、そんなこと言ったら。よし、よし、まずこ使わないで頑張って今日は。よし。大丈夫ですか。俺は回復できるからな。助けるすべがないんで。いや、すぐ赤になるな。
もう、ものすごい厳しいんだけど、これ。あ、ええー、え、なんだなんだ。ザコの攻撃で、マフィ。ドスガレオスというマヒア、あの、ドスじゃねえや、ガレオスというマヒア君もいるんだよね。あー、そっかそっか、あったもんね。ガレオス、厄介だね。序盤は本当ね。そろそろ来たかな。食べるか、あ、来た？よっしゃ、こまめにステップでかわしていかないとな。こんなやつに一撃もらいたくはねえな。ちょっと回復すんの？これはそうだね、今見た感じ回復してるね。戦慄の効果が切れた頃にもう一回吹き直すと回復するみたいですね。なるほどね。連続でかけても多分回復しないやつだね、それは。うん、いや、なかなか強いな、どすぎないボス。うん、強いね、弱らないで。ドスゲッポスが強いんじゃなくてさ、我々の武器が弱すぎる。いんだ。何やドスゲッポスが強いのか意味わかんねえよ。よし、ちょっと今ペルにラインを。今来た、今来た。これは、あ、移動かな。いや、移動じゃない。やばいよ、マヒ呼んだ。ほら、当たんなかった。転がったっけ。エリアイドした。よし、なんか仮技当ててみよう。かっこよく仮技決めてる時には、あ、いいね、ありがたいよ。なんかマヒたらぶっ飛ばしてもらった。これが、あ、錬金回復薬じゃなかったらいいんだよね。うん、この、いってと振ってる最中にそういうのはえぐるぜ。なんかね、錬金スタイルって、うん、錬金回復体とかっていうものが作れるんだよね。うん、錬金癒したるのさ。なるほどね。いいんだよね、これ使っても回復薬。そう、そういうの OK。 あ、じゃあ、使わせてもらう。意外と錬金とそのアイテム消し相性いい。なんでこのアイテムめったに使わねえからよくわかんねえ。お、よし、よし、よいしょ。このアイテムに頼ること、多分あれだよ、この縛りかかったら一緒なかったと思う。えい、切れ味がね、落ちすぎてさ、もっと話になって、何の意味があるのか。風圧向こう、ちょ、麻痺麻痺やられたかな。あ、この携帯をやらない、よっけ。あ、これドスゲネパスが疲労回復するためにランチタイム、これは今、殴り時だね。いや、このドスゲネパスかと思ったら、ただのゲネパス殴ってるのがちょっと嫌だな。よいしょ、これどうよ、結構食らってるんじゃねえ。ね、なかなか殴れてると思うんだけど。いや、切れ味落ちるな。よいしょ、ドスゲネポスのケツに弾かれる双剣。よいしょ、はいで、ドスゲネポス体力すげえ高いな。高いね。いや、だから俺らの攻撃力が弱いんだっつうの。でも体感的に結構ボコボコにしてる。あようやく来たかって感じだな。これって移動するって言ったらどこだ？ 3？ ああ、なんかね、ちゃんと覚えてね、ドスゲネポス。え、とりあえず3とか行ってみる？ペイントボールつけてきちゃったー。そうだね、失敗したね。その声やべえな。はぁって。ドスゲネポス。3いるかな？あ、いた。爆弾持ってくれなかった。これあれかな、俺のスタンプ？あれ？スタンプで、そうだね。よいしょー。
ケイ決まったね、倒した。お疲れ様でした。イエーイ、すごかった。喜びの絶対回避。切れ味すぐ落ちるのほんと厳しいな。なあ、お、麻痺袋。これ技物と絶対回避臨戦欲しいけど、絶対回避臨戦はね、あれなんだよね、周回とか星さんクエストのなんかステルエギオスとドスゲネフォス出てくるって、あれをやらないとね、うん、からしばらく先なんだよね。なるほどね。お、ペルが到着しました。さすがやっと来たよ。時間遅れてやっと来たよ。ああ。ああ。リングばっか。今吉川さんと。そうだね。いやー、なんか、ペルなかなか来ないから、結構やっちゃったよ。そうね、それなりにね。俺今からキャラクリ入るんで。キャラ作るところから入るそうです。いや、一旦ここら辺で止めておいて、バーターとで。ね、新パートかって感じだね。よし。オッケー。あー、いや、なんかなんだかんだ、3クエストもやった。やっと、うん、なんドスマッカをドスファンゴドスゲネポスだ。ドスマッカをドスランポスドスファンゴドスゲネポスをクリア。これらの素材を使ってよし。ろくなもん作れないと思う。いやブルヘッドハンマー作れるよ。ブルヘッドハンマーきっと。あ、なんかドスゲネポスの型だけ、麻痺の型手とか作れたらね。バイパーバイトみたいな。そう、作ったところで弾けるかどうかは分からない。ね、さあ、これの時点で何が作れるようになっているのか。ダークサイス。あ、ダークサイス、タチ。セクトセロ。これ序盤な、切れ味緑来たらな、いいんだよな。緑欲しいね、やっぱりね。ね、マクロピアサー来てる、マクロピアサー。これは、片手剣ではドスバイトだわ。ダークサイズ、あ、緑はあるけど、すごい短いね。メテオバズーカ。これは、名前だけで言ってる感じだけど。ハンマーはロックボーンが、おお、攻撃力110で結構強いね。はい。お、狩猟笛。なんか出てるね。テロビーセロってやつが出てるね。飛行中の広角、飛行中ってランゴスタか。毒武器がないから、だいぶ厳しいことになりそうだな、飛行中の方やつ。そうだねー。でもこれ作れたら、切れ味は緑あるし、あの体力回復の戦術も吹けるから、これできたら心強いんだよな。うん、だね、毒キノコがないんだもんな。うん。はい。これは、とりあえずあれだね、次のパートまで、できる限りの準備はしていこうかな。うん、こっからちょっとハードリッキー上がってくるからね。そうだね。ちょっと相談して、いろいろと。やっちゃったからね。だね。準備、進めていこうと思います。というわけで、第2回、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。